旧居留地15番館は、兵庫県神戸市中央区の旧居留地にある西洋館。旧アメリカ合衆国領事館。旧居留地に唯一現存する居留地時代の建築物で、国の重要文化財にも指定されており、当時の外区協会のレンガ塀や石柱などとともに保存されている。重要文化財指定名称は、旧神戸居留地15番館。館は、 神戸市立博物館の西向かいに位置する。館の東玄関脇の歩道には、日本最古の近代下水道である、旧神戸居留地レンガ造り下水道の遺構が展示されている。日没から23時までライトアップされる。1880年頃、アメリカ合衆国領事館として建てられたもので、その後、召喚等として使用されていた。 現在は株式会社野沢の所有になっている。1995年の阪神、淡路大震災において全壊してしまったが、元の建材で、明治時代の建築技術及び最新の免震技術を導入した復元工事が行われて1998年に完成した。この工事の時、創建当時の塗装色に変更され、木作と門扉も再建されている。 二階の南正面にはベランダを設け、屋根上には左右二つの三角形のペディメントを設ける。建物東側にアーチ型の入り口があり、一階内部は廊下の途中にイオニア式円柱とアーチを組み合わせたセルリア穴がある。二階ベランダ部分は後の改造により室内に取り込まれていたが、阪神、淡路大震災後の復旧に際して元通りベランダに復元された。 当建物の西側には、隣の居留地16番との境界のレンガ壁と境界石柱が残り、重要文化財の月として指定されている。ありがとうございます。